ミ4連敗で罰ゲーム決定。どうでした今回の試合？なんか強くなってる気がしました。みんなですか？みんな。ハンターも強くなってるはずなんですけどね。そう、だからそれに比例して強くなったから勝てないっていう、これこういうことです。なるほど。こういうこと。負けを認めてるってことですね。しょうがないですよ、もう4連敗したんだから言い訳しても何も通じないでしょ。なるほど。とりあえず、まあ、罰ゲームは元から決定しましたけど、まあ、4連敗したってことで、まあ行きましょうか。ということで罰ゲームとしてスタッフにおごることに。アイミンの涙雨の中、新年会スタート。皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日は寺川さんのおごりということで、はい、菅原健、ふっくりしましょう。はーい、乾杯。はーい、出たよ。おなんでなんだよ。嘘です。なんで私のおごりなのに私が食べれないんだよ。ムカつくわ。なんだよあれ。人の金でよ。どのお金で腹を膨らませてそんなに楽しいか。うまい、ごちそうです。うまいじゃない。うん、バカ。ドルなし、ドクデなし。リベンジマッチに4連敗してしまったアイミン。しかしそれでも次なる戦いは待ってはくれない。